て、うん、まあ、児童館の先生とかもそう、うん、子供が好きな子が懐いてくれるし、公民館のあれとかもそうですけど、来たい人が来る場所が好き、はいはいはい、まさにそんな感じだよね。本当あのひろちゃんいなかったら来ない人たちが、うんうんうん、そう、ひろちゃんがいることによってちらほらと来てくれたから、なんかだからなんか理想な感じですか。今度あれだね、姉妹にいる間ひろちゃんが、うん、例えば洗濯とかでお世話になってた方とか、うん、というか高校生も呼びたいし、うんうんうん、あのそう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 、なんか本当は高校生とか最初に会っといて、うん、なんかあの暇な時とか勉強したい時とかに来れる場所にしたかった、ここ。あーほんま、そうだね、うん、暇な時来てねって言って、あーでもあと私あと3日なんだよねみたいな感じだったから。次回やね、じゃあ。そう、次回は絶対理想したくて。今回でもかなりいいマーケティングリサーチができたね。うんうんうん、北木島の。そう、でゆうととか学校行かない時とかも来てほしかったし、うんうん、暇な子が来てほしい、うんうん、でなんか東京でちょっとお小遣い稼ぎでそれやるってなると、うん、やっぱスナックがベスト、うんうん、お金も回るし、まあそうだね、児童館とかっていいんですけど回らないんですよ。わかるわかる、けど児童館じゃないと来ない人たちも会えない人もいるからね、やっぱ。うんうんうん、そう思います、うん、スナックだったらなんか子供たちも別に昼間来てもいいじゃないですか、準備してる間。ああ、まあそうだね、そう、一番のスナックだったらそう全然 OK だよね。だから私はそれがベストでスナックやりたかった。うんうん。でも私は多分準備してるけど、うん、別に勝手に遊びに来てもいいから。そうね。なんか釣り行く準備する人がいたり、なんかルアー食ってる人がいたり、うん。いうとあったよね、そんな。はいはいはい、そう、だからなんかスナックがやりたいとかいう感じではなくて、そういうなんか人が集まる場を作りたい。いや、そういうなんか場があったら俺も作りたい。うん、次来た時はここをそんな感じですよ。よろしくお願いします。はい、とりあえず女子高生とか集めよう。女子高生え、ま、めっちゃ可愛かった。なんか笠岡の島の女子高生たち、なんか超いい子たちばっかりでめっちゃ楽しかったんですよ。激アツです。JK、うん、島の JK 女子高生、うん、男子でも JK でいいの？いや、男子は女子高生ですの男子高校生なんていうの？男子高校生JK、女子、女子大生、 JD って言わない。しかも最近なんかマンジとかよく使うんでしょマジマンジってやつですでも私の周り使ったことない。結構高校生で、高校生用語ですよ、うんうん、多分。まあ昨日一日ここ何年もテレビなんかボケーっと見ることなかったのに、はいはい、一日見てるとだいぶ一日で汚染されるねそうですか、うん、これを毎日日々あの 何,
何もなく見てると、うん、ああやばいなっていうのをすごい痛感した俺。へー、昨日はちょうどなんかね、まあ、あの衆議院解散してっていう、 あの、うん、希望の党か、うん、っていうの話題と、あとなんか大人用の、粉ミルクみたいなの、うん、売り出してて、それがもう何回もさ、日テレなのかな、あの